このようにかかとを踏んでも履けるよと。では 2way シューズですね。足を入れて滑らすというような発想でここをちょっと高くして入りやすく作っております。かかと踏んでいただいて前にスポッと踏むときは出っ張りを踏んでスポッと抜けると。暮らしのマーケット大学です。今日はワークマンの2023年春夏商品の新作発表会に来ています。この動画を見ている事業者さんたちは靴を脱ぎ履きが多いお仕事をされている方も多くいらっしゃると思うんですが、今回はそんなかかとに注目した新作商品がいくつもあるらしいので早速見ていきたいと思います。こちらの後ろにあるこちらの靴になりますね、はい、こちらの商品が、トレッドモックスローアウトという名前で販売させていただきます。これはどんな商品なんでしょうか。もともとが冬で販売したトレッドモックという商品の通年モデルとして作らせていただきました。特徴としましては、はい、このように普通に履ける靴としての機能はありつつ、はい、引っ越しとか、はい、山でテントとかテントが中に入ったり脱いだりで靴の脱ぎ履きがすごい多いので、普通の靴よりももっと脱ぎ履きしやすいように、はい、ここが潰れる。でこのようにかかとを踏んでも履けるよと、はい、では2way シューズですね。引っ越しのお仕事してる事業者さんとか、まあ、それ以外にもエアコンとか、はい、家の中と外を出たり入ったりする事業者さん多いと思うのでサンダルのようなものとかを履いてる方とかもよく見かけるんですけれど、そういった方にもすごく良さそうですね、はい、あとはこちらの商品ですね、冬用のトレッドモックの時もそうだったんですよ、はい、インソールが通常のものよりもかなり分厚く作っておりまして、はいはい、ここがスポンジで厚さが1センチになっております。はい、もう結構厚い。でそうすることによって足を入れた時ここが沈み込む、はい、包むように沈み込みますので肌触りのいいと言いますか、はい、沈み込みの気持ちいい靴になっています。ここのところが撥水加工になっていて、あとは脱ぎ剥ぎしやすいってことは履いてた靴を脱ぐっていうので、はい、匂いを気にされる方にも大丈夫なように抗菌防臭のデオプットという加工をして、はい、菌を防ぐ匂いをすぐインソールを使ってます。サイズが S から 3L と、はい、23.5 から28までの展開ですね。なるほど、はい、比較的女性も男性も問わず履けそうな靴ですね、はい、次はどんな商品がありますか。アーバンハイクスリッポンというこちらの商品になります、はい、スリッポンタイプ元々が今販売させていただいたのが、はい、こちらのアーバンハイクという商品になりまして、はい、アウトドアスタイルなんですけども待ち履きで履く靴という感じですね。最大の特徴がとにかく軽量と耐久撥水、水に強いよと。反面軽くしちゃってるんで山とかにはちょっと向かないんですけども、はい、持っていただけると分かるんですけども、はい、すごい軽いですね、うん、靴としてはもうちょっと破格の軽さになってる。ちょっとなかなかすごい、はい、ありがとうございます軽い。こちら軽い靴というのは今販売させていただいているんですけども、はい、この春夏で新しくスリッポンタイプという方を追加させていただきます、はい、特徴としてはやはりこの商品のいいところはそのまま継承して軽い耐久撥水、水弾きが非常に強くて長持ちすると。加えてかかとがちょっとこのように高くなってるじゃないですか、はいはい、足を入れて滑らすというような発想でここをちょっと高くして入りやすく作っております。靴べらがもともとついてるみたいな感じというか、それのこれよりさらにそれ特化させた靴っていうのはまた新商品別にあるんです、ね、あ、そうなんですね、はい、こちらはちょっとこのまま思いっきり踏んでしまうとぐしゃっと潰れてしまうんですよ、滑りやすいようにっていう形状をさせております。こちらの値段は、はい、こちらが2500円になりまして、展開サイズが23センチから28センチになります、はい、ですね、女性の方でも履いていただける靴となっています。そうですね、さらに脱ぎ履きがしやすい靴があると伺ったんですが、はいはい、こちらの商品でステップインスリッポンという靴になります、はい、こちらも新商品ということですね、はい、商品名でほとんど喋っちゃってるんですけども、はい、ここに書いてある手を使わずに楽々履ける靴ですね、はい、通常ですとスリッポンタイプの靴ですとそのまま履くんだけど、はい、やっぱり面倒くさくなっちゃうんでかかとを潰してしまったり、この商品の特徴が、はい、ここの形状ですね、はい、
ここの反り上がった形状と、うん、このかかとの出っ張り、はい、これが最大の特徴になってまして、もうあのこの絵の通りかかと踏んでいただいて、はい、前にスポッと、おで脱ぐ時はこの出っ張りを踏んで、はい、スポッと抜けると、おもうスポンと履けてスポンと脱げる、はい、っていうハンズフリーの靴が特徴になってます。これは便利ですね、はい、脱ぎ履き多い事業者さんとかにかなり重宝するんじゃないかなと思います。先ほどの脱ぎ履きが多い方っていうコンセプトで、はい、楽にかかと踏んで履いたり脱げたりなんです。そうするとやっぱりホールド感として靴としてはやっぱりあのホールドがないので、はい、ただこの靴であれば引っ越し業者の方とか、はい、荷物が塞がっちゃってる方、赤ん坊を抱っこしてる方とか、はい、そういった方が手を使わずにスポンと入れて、はい、スポッて抜けるっていうコンセプトの靴になっています。これはいいですね、めちゃくちゃ。ありがとうございます。見た目もデザインもこの2色の展開ということですか。はい、サイズが 24.5 から28までになってしまうんですが、はい、ちょっと初動はこのサイズで見させていただいて、はい、反応良ければちょっと女性サイズの方まで伸ばしたいと思ってます。ぜひ 23.5 あたりが、はい、出たら普通に個人的に欲しいですね、これ。あ、ありがとうございます。頑張っております。ぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。コメント欄に感想や質問などを書き込んでいただけると嬉しいです。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。